まあでも必要以上に暗くなるのも良くはないと思うんで、別にそんななんか離されて周囲から落ちたわけでもないし、まあそんなに、まあ、次ホームで戦えるので、まあこっからまたいい形で上に上がっていけるような試合にしないといけないかなとは思ってますけど、まあ次に関してはあの連敗し初めてした後の1試合目なので、しホームで負けてないんで、あのから次も負けないっていうのは決まってなくて、自分たちが今までやるべきことをしっかりこなしてきたというかやってきたからホームで勝ててると思うので、あのしっかりやって勝つっていうのが大事かなっていう、はい、多分ふわーっとやって勝てる相手ではないと思いますし、そういう場所でもないと思いますし、はい、まあ、ただこう守備が悪いとか攻撃が悪いとか切り離して考えるのが好きじゃないので、いい守備がいい攻撃を生むし、いい攻撃がいい守備を持ってるので、そこら辺のバランスというか、こうチームとして攻撃できてるかチームとして守備ができてるかって言われると、ここ最近の試合は、まあ、この前秋田戦出ても思いましたけど、その勝ってる時とはちょっと違うなっていう感覚が受けてましたね。まあ難しいですけど、あ、まあやっぱり攻撃はしっかりボールを受けに行ってっていうのは大事だと思いますし、味方を動かすフリーにさせるようなランニングとかっていうのは大事になるのかなって思ってます。いい時はそれがあったと思うので、はい、味方のために走ったりとかっていうのは大事なのかなと思いますね。もう分かんないです、いろんなとこやりすぎて毎年毎年。でもまあ秋葉さんに関してはこうよりこうなんていうんですかね、信頼されてるというか、こう自信を持って送り出されてると自分は思ってるので、まあその期待には応えないといけないなと。まあスタメンでも途中でもその役割というか試合の流れとか、まあどういう守備をしたらいいのかとか、どういうところを攻撃で使ったらいいのかとかっていうのは、こう指示をもらってから役割を果たすっていうのは、ボランチでもサイドでもあのしっかり自分の役目を果たさないといけないなと思います。岡山はプロサッカー選手としての生活というか、岡山に行くまでは常に試合がなくて、まああるんですけど出場機会がなくて、練習を常にするっていう生活だったので、試合に対してこうリズムを作っていくというか、そういうのが全く分かんなかったんですけど、岡山に入って自分がどんぐらいそのじゃトレーニング、チームの練習トレーニングと別にやった方がいいのかとか、どんぐらいこう水分取った方がいいのかとか、そういうところのプロとしてのなんか生活リズムみたいなのは、岡山であの試合に出続けて自分の中で確立させていったところでもありますし、まあ代表オリンピックとこう並行して戦って、年に何十試合とか40、50試合ぐらい出たシーズンでもありましたし、
まあ、プレーオフの決勝とか行ったりとかしてっていうので結構自分の中ではプロ生活の中ではだいぶ濃い1年を過ごしたクラブなので感謝もしてますし、自分のこともサポートしてくれたんで、クラブ含めスタッフの人も含め、はい、なんで思い出はあります。まあ、さっきの話でいくと、まあ、攻撃と守備はこうつながってると思うのでっていう中で、全く別物なのがセットプレーなんですよね。そこで、まあ、ここに来て、あのそこのセットプレーの質、キッカーを任されている以上、秋田戦でもやっぱり相手にはやられましたけど、自分たちは決めれなかったりとか、そういうところはあのより今のこういう状況だからこそセットプレーで点を取りたいっていうのはありますね。あ、それはあるですよ、全然。やっぱり最先端なんで、あそこはどういう戦い方を取ってるのかとか、それこそ清水がこうやろうとしてるというか、フォーメーションとか守備の仕方とか陣形が同じだったりするチームを見て、その選手を追ったりとか、リフレッシュにはなんないし、使命感で見てます。勉強っすね。成長したい、というより、成長したいのかな。まあ好きな選手も見たいし、やっぱ90分きついっすね、もうマジできつい一試合見んのが。飽きさせないって難しいっすよね、多分。でもやっぱ勝つことだと思いますよ、俺は。俺がどうかとかじゃなくて、その自分がいいプレーをして勝つのはベストですけど、今はチームが勝つことが大事なんじゃないですかね。アウェーの2試合でこう自分たちも悔しい思いをしたし、サポーターの皆さんにもあの悔しい思いをさせてしまったので、ホームでまだ負けてないので勝ちに行きたいと思います。